ジュリア・ニクソンソはアメリカの女優である。1958年9月11日、シンガポールでイギリス人の父と中国人の母の間にジュリア・ニクソンとして生まれた。6歳の時に父が死亡、母はアメリカ人男性と再婚した。ジュリアはシンガポールのアメリカンスクールに通い、在学中は陸上競技、ホッケー、馬術、ポロで活躍した。 早期卒業した後、ハワイ大学に進学した。ホテル経営学を学ぶ傍ら、ホノルルの劇場で、シェイクスピアの、冬、物語や、テレビドラマ、私立探偵マグナムに出演していた。数字のオーディションを受け、ベトナム人連絡員、コーバを役として1985年の、乱暴怒りの脱出で、映画デビューし、一躍有名になった。その後、サンゼルスに移り、 数多くのテレビドラマ、映画に出演している。1987年俳優、歌手のデビッドソウルと結婚した。歌手のチャイナソウルは娘。ジュリア・ニクソン。chssc.org。2011年10月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年10月30日閲覧。ありがとうございます。